第56回日本ラグビーフットボール選手権、大会権、トップリーグ総合順位決定トーナメント、決勝神戸成功コベルコスティーラーズは、兵庫県神戸市を本拠とする、ジャパンラグビートップリーグのチームの一つである。1928年、神戸成功所ラグビー部として創部。故障は、神戸成功、または進行。1962年度、 この年に新設された関西社会人リーグの3部リーグに初参加した。1976年度に1部リーグに初昇格。1983年度に初優勝を果たした。以降、全国的な競合チームに変貌していく。1988年度から1994年度にかけて全国社会人大会と日本選手権の2冠を7連覇した。松尾二が 林俊之との対談で、神戸成功について、10連覇すると思っていたぐらいと語るなど、前世紀のチームの強さは、際立っていた。特に、林俊之、大谷義厚氏、平尾誠治、元木幸を堀越正美、萩本光武、河津栄治、大西一平、武藤のりを伊藤志心、大畑大輔ら日本代表級の主力選手を多数用したほか、 当時現役オーストラリア代表であったヤン・ウィリアムス、日本代表にも選出されたアンドリュー・ミラーなど、外国人選手を他チームに先んじて活用し、日本を代表する名門ラグビーチームに成長していった。新日鉄釜石との相違点は、地元の高校生を一から育成せず、体の出来上がった有望な大学生をリクルートし、勝ち方を教え込んだところにある。 全国社会人大会には1949年度に初出場。以降、最後の大会となる2002年度までの間に、近鉄、トヨタ自動車、山陽電機に次いで、歴代4位となる34回出場した。優勝9回、準優勝3回、通算97試合、通算70勝、7大会連続優勝という記録を残している。 2003年のジャパンラグビートップリーグの開幕に合わせてチーム名を神戸成功、コベルコスティーラーズに変更した。トップリーグ初年度となった2003年から2004年シーズンでは最終節に逆転し初代リーグチャンピオンとなった。しかしトップリーグ上位8チームによるトップ8トーナメントマイクロソフトカップでは NEC グリーンロケッツに敗れる不覚を味わい。 初代カップチャンピオンとの2冠を逃した。2014年から2015年シーズンは2003年から2004年シーズン以来のリーグ戦1位になったが、トップリーグプレイオフ準決勝でヤマハ発動機に敗れた。1995年に発生した阪神、淡路大震災では、練習場の灘浜グラウンドが液状化現象になる。被害もあったが、本拠地、神戸の地域復興に、 全面的に協力。単なる企業内のチームとしてだけでなく、地域密着型のチーム運営を目指している。この成果もあり、ベストファンサービス賞を何度も受賞している。現在では、トップリーグ各チームが実施している、ファン感謝祭を最も早く定期開催したチームでもある。ホームゲームは、三崎公園球技場、神戸総合運動公園陸上競技場などで行われる。 2007年から2008年シーズンは関西地区唯一のトップリーグ所属チームであった。2008年から2009年シーズンからチームのマスコットキャラクターのコーロ君が誕生し、チームの様々なイベントに参加している。当チームは1948年度に創設された全国社会人ラグビーフットボール大会の第2回大会に出場するなど関西の社会人チームとしては、 近鉄と並んで歴史を有するチームであったが、長らく全国社会人大会では万年八強止まりと言われる程度のチーム力しかなかった。その原因として、社会人ラグビーの世界では、長らく強力なフォワード力を武器とした、いわゆる天満ラグビーというプレイスタイルが主流となり、創設以来 FW が弱かった当チームは、関西リーグでは近鉄やトヨタ事項といった強力な、 FW 力を有するチームに最後はコン負けするケースが多く、全国社会人大会ではさらに苦戦を強いられる結果が続いていた。さらに後日の関連事項となるが、当チームはそのような時代にほぼ毎日欠かさず練習を行っていたが、その結果、怪我人が毎回のように続出し、公式戦になると決まって、ベストメンバーが組めない状況にもしばし陥っていた。 加えて、早稲田、慶応、同志社といった、名門大学チームからの加入者が少なくないにも、かかわらず、いいチームだけど、強くないチームという、ありがたくないレッテルも貼られていた。そんなチーム状態の流れを払拭するべく、立ち上がった選手がいた。東山勝秀が、首相に就任した際、当時のチーム事情として、監督制のもとでは、練習をやらされているという意識が、 選手間に根強く残っており、そのため、試合で結果が出ないと結論付け、監督性を廃止した。その上で、選手一人数とに、自主性と考える力を養わせるという意味合いも込めて、首相がチームのまとめ役となるが、練習方法や試合への戦略、さらに試合に出場するメンバー選出については、チーム全員で決めるという形に改めた。さらに、 週の練習に数時間が長すぎるとして合同練習は基本的に週3回とし、加えて練習時間も作業がすべて終了した夕方から2時間程度という形に大幅に改めた。そしてこの考え方は次期首相の林俊之にも受け継がれた。1987年度に林俊之から首相を受け継いだ平尾政治のもと、 1988年度には初めて全国社会人大会日本選手権を制覇。囲碁両大会で7連覇を達成し、平尾の後も大西一平、細川隆弘、堀越正美が首相を歴任したが、萩本光武が1998年に当チームのヘッドコーチに就任するまで首相が事実上の監督の代行を務めるといったシステムを踏襲した。したがって、 その間、大学内主高校時代に首相を経験した選手が多く加入していた。また、当チームが連勝街道を爆心していた頃、当チームに習って監督制を廃止した社会人チームもいくつか出現し、社会人ラグビーの世界では監督制の廃止が一種のブームになったこともあった。 また口実するが、当チームが1988年度から1994年度までの7年間、日本選手権並びに全国社会人大会で優勝を果たした最大の要因は、監督制を廃止したことにあるという見方もできる。1984年度の全国社会人大会において、当チームは初めて同大会の決勝に進出した。 相手は6年連続日本一の新日鉄釜石。結果は13人つなぎのトライを許すなど0から22と完敗。そしてこの大会を勝った釜石は1月15日に行われた日本選手権も制し、両大会の7連覇を達成した。この新日鉄釜石との敗戦がきっかけとなって神戸成功は黄金時代への第一歩を踏み出した。 翌1985年度のシーズン、前年度まで同志社の主力選手だった、大谷氏が加入。さらに首相である林が本職であるロックではなく、FW 第一列に、コンバートするなどして、弱点だったフォワードに、厚みが増した。そして、近鉄花園ラグビー場で行われた、同年度の社会人大会準決勝で、同大会8連覇を目指す新日鉄釜石と、 再び対戦することになった。前年度とは違い、終盤まで一進一退の攻防戦が続いたが、ノーサイド直前に勝ち越して勝利。ついに、釜石の8連覇を阻止した。しかし、決勝では強力 FW を要するトヨタ自動車に敗戦した。1986年度、英国留学から帰国した平尾政治が加入。 七部宮ラグビー場で開催された同年度の全国社会人大会準決勝で3度、新日鉄釜石と対戦。前年同様、一進一退の攻防戦が続き、結果は9から9の引き分け。抽選の結果、新日鉄釜石が決勝へと進出した。1987年度の全国社会人大会の1回戦で、東芝府中と対戦。 終盤までリードしながら、ノーサイド直前に逆転トライコンバージョンを許し、1点差で逆転負けした。この頃の当チームは、力はあるけど勝ちきれない、チームと言われた。だが、翌年度以降、黄金時代を築くことになる。1988年、林から首相を受け継ぐことになった平尾は、当時弱かった FW に固執せず、バックスをどんどん多用するという、 大学のラグビーチームが試行しているオープンラグビーにチームスタイルを改めた。そのことは、社会人ラグビーの長年にわたる風習ともなっていた、天満ラグビーとの決別を意味することにもなった。しかし、同年の関西社会人リーグでは、近鉄、ワールドといった強力な FW 力を持つチームに敗れ、平尾のチーム作りに疑問を呈するラグビー関係者も、 いたが、全国社会人大会では、平尾が当主から目指してきた、オープンラグビーが開花し、優勝候補筆頭だった、山陽電機にセリ勝ち、東芝府中戦ではことごとく横展開から、ビリ系のトライが決まって解消。初の社会人大会優勝を果たした。また、1989年1月15日に行われた日本選手権では、大東文化大学を後半圧倒。 初のラグビー日本一の座を主中にした。この優勝が当チーム7年連続日本一の第一歩となるのである。1989年、当時現役のオーストラリア代表ウィングのイアン・ウィリアムスが加入したが、当時社会人チームに加入した外国人選手については、1年間の社業業務を務めなければ公式戦に出場できないという日本ラグビー協会の規約があり、 そのため、ウィリアムスは、同年度シーズンの公式戦に出場することができなかった。しかしながら、全国社会人大会決勝でサントリーを破り、1990年1月15日の日本選手権でも早稲田大学に58の4で圧勝し、両大会連覇を果たした。そして1990年度のシーズンから、上日のウィリアムスが公式戦に出場することになるが、 当述する通り、奇跡のトライを生むことになる。1990年度の社会人大会決勝は、宮地勝美監督を要する山陽電機との対戦となったが、その試合は、日本のラグビー史に今も語り継がれる歴史的な試合となった。強力な FW を要する山陽は、後半30分過ぎまで16から12とリード。しかもここまで、神戸成功はトライが一つもなかった。 終盤になって、当チームは繰り返し連続展開からトライチャンスを試みるが、三用の強力なタックルがことごとく決まる展開となり、22メートルラインの攻防戦で常に交代を強いられる展開となった。時計が後半40分を過ぎ、ロスタイムに入った。当チームは切り札であるウィリアムズにボールを集めようとするが、なかなかボールがウィリアムズまで渡らない。 後半41分ごろ、山陽の選手がタッチに蹴り出した瞬間、宮地監督は立ち上がり、勝利のポーズを見せたが、主審のマシモノボールは、ノーサイドの笛を吹かず、そのまま試合は続行。後半43分ごろ、ウィングとして出場しながらも、この時点では、フルバックの位置にいた、綾代隆を、ライン参加させ、ゲインラインの突破を図るものの、山陽ディフェンスに見破られ、 ハーフウェイライン上で、ラック状態となってしまう。その状態から素早くボールを出した当チームは、大西一平が、サイド縦をついて、ラック状態へと持ち込むと見せかけて、スクラムハーフの萩本光武が素早くボールを出し、これを受けた、スタンドオフの矢吹博之がパスを放ったが、センターの藤崎康氏が、ホスピタルパスを嫌って見送ったために、同じくセンターの平尾が、ワンバウンドでパスを受けた。 だが、このパスが、山陽ディフェンス陣に動揺を与え、一瞬、山陽の選手が立ち止まってしまう。その状態から平尾がついに切り札ウィリアムスへとパス。ウィリアムスは、約50メートルを独走。一方山陽も、ワテソニナモアが懸命に、ウィリムアスを追うが、ゴールエリア付近で振り切られ、ウィリアムスは細川に GK を決めやすくさせるため、ゴールエリア中央へと持ち込んでトライ。 16から16の同点となった。この時点ではまだ両者優勝の状態であり、日本選手権出場権規約により、トライ数の多い山陽が出場権を握っていたが、細川が冷静に GK を決め、18から16で、ついに逆転。奇跡の全国社会人、大会3連覇を達成した。その後1991年1月15日に行われた日本選手権では、 吉田義人が首相を務める明治大学を終始、圧倒。こちらも3連覇を達成した。1991年度、首相は平尾から大西一平にバトンタッチされた。大西は FW の選手である立場もあってか、平尾首相時代に派ともすれば軽視されがちだった、コンタクトプレーの徹底など、ハード面を重視した。また、当時現役の日本代表で、1年から、 早稲田大学の SH として活躍した堀越正美、青山学院出身の WTB 富岡強が加入し、二人は一年目からレギュラーの座を射止めたが、この二人の加入により、BK 陣はそのまま当時の日本代表レベルに匹敵する陣容となった。選手層に厚みを増した当チームは、全国社会人大会決勝で前年に引き続き、 山陽電機と対戦したが解消し4連覇。1992年1月15日に行われた日本選手権では、これまた前年に引き続き、明治大学との対戦となったが、ここでも解消し4連覇を達成した。1992年度、当時現役のアイルランド代表フランカーだったマーク・イーガンが公式戦に出場できることになったが、大西はイーガンが L.O. もこなせることに着眼し、大八木をフロリダにコンバートさせた。全国社会人大会では、2回戦で対戦した松田、準決勝で因縁の対戦となった山陽電機、決勝の東芝府中と、いずれも厳しい戦いを強いられたが勝利して5連覇を達成。1993年1月15日に行われた日本選手権でも、 厚生大学に勝利してこちらも5連覇を達成した。1993年度、イアン・ウィリアムスが古傷が癒えない理由から欠場が目立つなど、決してチーム状態は万全とは言えなかったが、全国社会人大会決勝で山陽電機に解消して6連覇。1994年1月15日に行われた日本選手権では、元木雪優秀賞の明治大学と対戦。 中盤で苦戦するシーンも見られたが、最後は、貫禄勝ちを収めてこちらも6連覇を達成。この勝利を花道に、大西は首相を、細川隆広にバトンタッチした。大学のスター選手がこぞって、加入、編集1994年度、新日鉄釜石と並ぶ、全国社会人大会と日本選手権7連覇に挑むシーズンとなった、当チームに、 当時の競合大学チームの中心選手がこぞって入社。明治から元木幸を、早稲田からマスホ・アのり、法政から伊藤剛志同志社から中道樹は、京都産業から吉田明らがそれぞれ加入することになったが、一方で口実するが、これらのスター選手が一斉に同一年度に加入したことにより、当チームがこれまで培ってきたチームカラーが大きく変化することになり、 一時は7連覇、危うしと言われた演員を作ることにもなった。ワールドに、まさかの敗戦、編集1994年、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で、関西社会人リーグの最終節が行われ、当チームは、同リーグ6連覇と、公式戦、通算72連勝をかけて、ワールドと対戦することになった。そして、この試合には、 上記の新加入選手も出場していたが、一方で、これまで全国社会人大会及び日本選手権6連覇の中心選手であり、前年度まで3年間首相を務めてきた大西一平がこの試合の先発メンバーから外れることになり、ひいてはこのことがきっかけとなって、ちょっとした内紛状態が発生することになる。加えて、当時、 林俊行はほぼ引退を覚悟していた状態。またウィリアムスは、故障が言えず、それぞれ公式戦に一度も出ていなかった。平尾は後年、この年のチームのありさまについて、チームにしっかりしたビジョンを見せられなかったこと。新人には、練習量も少ない社会人ラグビーで、こんな楽なんだと、勘違いさせてしまっていたことなど、後悔をにじませる言葉を述べている。 24から25でワールドに敗れ、公式戦の連勝記録は71でストップ。しかもわずか1点差の敗戦だったとはいえ、試合のペースは終始ワールドに奪われていた。この試合には、元木、吉田の加入により、古巣スのスタンドオフにコンバートした平尾も出場していなかったが、全国社会人大会を迎えるにあたって、チームの内情は、 空中分解寸前の状態だったと言える。平尾が首相代行に編集加えて最悪の事態が待っていた。当年度より秩父の宮と花園の両方で試合が行われることになった全国社会人大会1回戦の理工戦で首相の細川がアキレス腱を断裂してしまった。試合の方は対象したものの次の試合以降、 事実上監督の代行を務める当チームにとって、その首相不在という非常事態が発生した。本来ならば副将である富岡洋が首相代行を務めるべきであるが、スタメンから外れることも少なくなく、心ごとない状況であったことから、当年度の残る公式戦については、平尾が首相代行を務めることで、チームの意見は一致。また、 細川との確執状態が伝えられた大西も以降の公式戦に出場した。二回戦のサントリー戦は予想以上に苦戦を強いられたものの35から28で制した。準決勝は因縁の西洋電気戦だったが、なんとかこれもクリア。決勝は東芝府中との対戦となった。7連覇達成、編集満場のファンで埋まった決勝戦は、 これまでのモヤモヤした戦いを一掃するかのような、当チームらしい内容のゲームとなり、終わってみれば37から13で解消。ついに新日鉄釜石と並ぶ、全国社会人、大会7連覇を達成した。試合後の表彰式で、1995年1月15日の日本選手権は、V1 を果たした時の相手である、大東文化大学であったが、実力差は、 明らかだった。前半に48から0とリードすると、後半も手を緩めることなく加点し続け、同大会史上初の100点ゲームとなる102から14で圧勝。ここでも新日鉄釜石と並ぶ7連覇を達成した。日本選手権初優勝時の15。1989年1月15日、国立競技場日本選手権に連覇時の15。 1990年1月15日、国立競技場日本選手権3連覇時の15。1991年1月15日、国立競技場日本選手権4連覇時の15。1992年1月15日、国立競技場日本選手権5連覇時の15。1993年1月15日、国立競技場日本選手権6連覇時の15。 1994年1月15日、国立競技場日本選手権7連覇時の15。1995年1月15日、国立競技場7人制、大会2020年度のスク。太地は、今年度からの新加入選手。カテゴリー、神戸聖光、コベルコスティーラーズ及びその全身チームの選手も、参照日本代表選手その他選手。ありがとうございます。